はいどうも皆さんこんばんは、るきでございます。ということでね、ツイッターの方ではねつぶやいたんで、まあ僕のねチャンネル見ていただいてる方はご存知の方ほとんどだとは思うんですけども、YouTube さんからですねメールが来まして、ちょっとお見せしない方がいいのかな。はい、ゲームチャンネル私やってたんですけども、そちらの方がですねどうもアカウント停止とアカウント停止ということだそうでですね、理由についてはなんか英語でメールが来たんですけども、翻訳しますとコミュニティガイドラインに反復または重大な違反があるため、あなたの YouTube アカウントルッキーのゲームチャンネルが停止されていることをお知らせします。審査の結果、お客様のアカウントの行為が迷惑メール、詐欺または商業的に虚偽のコンテンツを禁止するコミュニティガイドラインに違反していると判断されました、ということでございます。まあ最近ね全然アップはしてなかったんですけども、そういうことじゃないと。はい、ということでですね、ちょっと前にねアカウントが相次いで停止されるという、特にね何も違反されてないとかそんな覚えがないっていうねチャンネルの方々がどんどんアカウントを停止されたという事件がありましたけども、それだいぶ落ち着いたはずだったんですが、どうもそれと同じような感じなんじゃないかなと思われます。僕のアカウント自体は、まあ、ゲームもちろんゲームやってるんでね、著作権的な、まあ、違反というかあれはしてるんですけども、まあ、こういったことがあった場合基本的に YouTube の方では、異議申し立てっていうのができるようになってます。現在そちらに違反の部分っていうのはないはずだと、もう一回調べてくれっていうのを提出したところでございます。はい、ということでね、今週末にはもうマリオオデッセイが発売となるということで、私予約しております。だからねやりたいんだわゲームチャンネルでぜひやりたいんだわ。 YouTube さんぜひとも早い対応よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、今回はゲームチャンネル、私のゲームチャンネルの方がアカウント停止状態にあるというご報告と、マリオデッセイはメインチャンネルでとりあえず1本あげるよということのお知らせでございました。それじゃあ皆さん、じゃあの。さあ本日、10月の25日撮影日の翌日なんですけど、返事来ました。早速復活しましたたった1日の話でございまして、何の動画だったのやらということで、今後もよろしくお願いいたします。それではじゃあ。